CNN、 3月31日に米国南部と中西部を襲った激しい暴風雨と竜巻により、木曜日の時点で32人が死亡した。少なくとも7つの州で50以上の竜巻が発生し、家屋や企業が破壊され、車が空中に吹き飛ばされました。アーカンソー州ウィンでは、竜巻が町を深く2つに引き裂き、少なくとも4人が死亡した。市長は2日の CNN のインタビューで、復興には最大限の支援が必要だと訴えた。同日、サンダース知事がウィンを訪れ、被害状況を調査した。テネシー州の死者数は15人に上った。最大都市のメンフィスでは、倒木が民家を直撃し、子供2人と大人1人の遺体が発見された。マクネーリー郡南西部で9人が死亡した。軍保安官は月曜日の夜、建物の崩壊現場で捜索活動が続いていると述べた。インディアナ州で5人、イリノイ州で4人が死亡した。デラウェア州で2つの死亡が確認されました。テキサス州北部のダラスとフォートワースの近くで、竜巻を伴う新しい暴風雨警報が2日に発令されました。ダラスでは、大規模な雹警報が鳴り、空港の離着陸が一時的に停止されました。予報センターによると、深夜にかけて強い竜巻、雷雨、